イニングポスト92021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021、ライブ配信始めていこうと思います。今回もツイッチで配信しております。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。2日後に、こちらアーカイブを YouTube にアップロードいたします。2日後は13日ですね。こちら、ぜひアーカイブもご覧ください。そして YouTube チャンネルのアカウントのチャンネル登録、高評価、動画の視聴もお願いします。 My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。評価、動画、最後に、TwitterX、こちらのアカウントも、ございます。 Twitch のチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いします。ツイッター X、マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。始めていきましょう。今回、4月の1日ですね。よくとしまして、これだけ。星に祈りよ、星に祈りよ、なんだこれ、なんか貝っていうことか。どんな馬なんでしょうね。星に祈りよ、三区一難、特にそれほどいい馬じゃないか、ないから、スーパーホース産む馬か、多分。あと、ハナスゴールっていう馬もいます。こちら名馬、ハナスゴール。あれ？オールエイジドってなんだ？でもそれだけでなるとは思えないしな。オールエイジド、これもスーパーホースを生む可能性ありますね。ハナズゴールがオールエイジドじゃなくて、ミモザゴールってどうなのかな。でもそんなすごいわけじゃないのか。じゃあこれもスーパーホース産む可能性は非常に高いってことですね。じゃないと金札にはならないよな。銀札ぐらいだよな、普通に考えたら。あと金もたくさんいますね。初音とかビルシーナとか。サンファームか、やだな。奴隷牧場、そうですね、ダーレーのカラーの。ビクトリアマイル、連覇馬か、宝塚。あ、いい馬産んだら面白そうなんですけどね。あとアイムユアーズ、
これスーパーホース産みそうですね。ジャスタウェイですね。あの銀玉の脚本、あ、アニメ版脚本家が持ってる馬ですね。ミッドサワーフェア、これはなんか スーパーホース産みそうな予感します。ゼロサイバー結構いい世代多いんですよね。ポルシェもゴールドだしな。ということで前回、先週はドバイでした。すごいまくりまくりでしたね。じゃあ行きましょう。ネクストドーカスターマイル、天のゲド戦記1番人気129。まあ一応抜けてはいるか。一番気になるライバルはアーキペンコですね。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 ドーカスターマイル、芝 1600m をマイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはキングズバーリー、インターバルシャック。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してインターバルシャック花に立ちます。その後ろからはキングズバーリー、この馬も上がっていく構えです。インペリアルイブニング、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。セイントリービッド先手を取りました。並んで3番インターバルシャック、キングズバーリーすぐ後ろ、これに続いてゴームリレーションズ、すぐ後ろにカプスポンダー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はセイントリービッド、ここで先頭が入れ替わりました。インターバルシャック、セイントリービッド2番手に控えました。キングズバーリー集団にいますね。3番手天野ゲド戦記、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。直線短いかな。さあ先頭はセイントリービッド、内からはインターバルシャック、あ、内から内をついて一気に先頭へ踊り出た。カーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は天野ゲド戦記ですね。残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手はアーキペンコ、天野ゲド戦記、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアーキペンコ、3着にインペリアルイブニング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ゲド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。金札目指してほしい。 G1 5連勝いいえ。クイーンエザベスステークス、天野ブログ一番人気、ライバル馬エルセギュンドもいます。120を超える馬がなく、天野ブログは140なんで、これは、しっかり勝ってほしいところです。レース行きましょう、ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンエザベスステークス、芝 2000m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはファインクルージング。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファインクルージング花に立ちます。その後ろからはパーリープモロー、この馬も上がっていく構えです。アマノブログどうやら後ろからになりそうです。では前の方から先手を取ったのはテイスティセンシビリティアルビレオンフォレスト上がっていきました。並んで古豪ベルインディア、その外からグローディクミニスター、さらにはエレクトロニックジョシュア、すぐ後ろにファインクルージングジオポンティ、それに続きますストリーミングキャリコー、そのうちに続いています。その外にヒューモアビーチ、内からはパーリートゥモロー、その後ろにスターコーモラント、その外にクリーシェハイネス、その隣にイリディウムバータックス、エルセギュンド、すぐ後ろ、うん、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ファインクルージング、2番手はグローディクミニスター、テイスティセンシビリティ、3番手アマノブログ、まだ動きません。相当の後ろですね。追い上げにかかります。さあ先頭はファインクルージング、グローディクミニスター続いています。テイスティセンシビリティ続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭は炸裂するのか。2馬身から3馬身ジオポンティが強い。残り200メートル、これ無理だろう。後続は遥か後方、2番手はアマノブログ、これは強い。狙えましたね。このままで決まりか。ジオポンティ強い強い。ジオポンティ圧勝ゴールイン。2着はアマノブログ、3着にエルセギュンド、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。先に抜け合えてしまいました。ナビ今日チャレンジトロフィー、アマノ想定内は2番人気、一番人気クラブバー凱旋愛知博、クラブバーファリダットも、4番人気でいます。正面は天の想定内ですね。湘南アルバとか東線ブライトなんかも人気と大混戦の予感。さあ想定内の戦法を選べますが、前に行く馬多いからな、このままで行きましょう。ダイジェスト中山 G3 ダビキョチャレンジトロフィー芝 1600m のマイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、湘南アルバ先頭、残り 200m、 天の想定いない、先頭だ。2番手は湘南アルバ、天の想定いない、出張る、天の想定いない、天の想定いない、1着、2着はパリダット、3着に当選ブライト、見事に勝ちました。天の想定いない。さあ覚醒ですからね、まだこれからでもまだと思います。スタート差し馬ですけどスタート。さあ大阪杯です。あ、結局天のジュピター1頭になりましたね。 2.4 倍、ダントツを1番人気、クラブ馬オッカーなども登場です。そしてディープスカイですね、やっぱりライバルは本種本命となっておりまして、一騎打ちムードです。他ドリームジャーニーもいますね。さあ天のジュピターどうなんだろうな、前に行った馬が有利には見えるが、天のジュピターディープスカイどちらも差しですからね。レース行きましょう。春の中距離王決定戦大阪杯 G1 阪神芝 2000m で行われます。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠のシャドウゲート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。桜メガワンダー、これは好スタート。東証シロッコ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく桜メガワンダー行きました。続いて前へ行くのは東証シロッコ、ドリームジャーニー、
後方から、では前の方から見てみましょう。集団から運びますね。金剛力士を大きく離れました。おにげです。並んで金剛桜メガワンダー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し間が空いて、祭り田ゴッホ、ピンクの帽子、シャドウゲート、その後ろエイシンデプティ、それに続きますサブジェクト、それに続いています一番人気のアマノジュピター、現在馬群の中ほどにつけています。その後ろからは凱旋ワンセグ、その隣にファイヤーゲーム、その横にディープスカイ。1000メートルを通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭はまだ7番金剛力士王、リードは6馬身ぐらいあります。金剛力士王一人旅、大きく離されて2番手はシャドウゲート、桜メガワンダー、3番手9番アマノジュピター、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はアマノジュピター、外からこらえている。一気に後続が襲いかかってきた。内からも来ている。2番手はウォッカ、アマノジュピター、押し切りました。2着は危ない。3着にディープスカイ、これが世界の実力だ。アマノジュピター、なんとか勝ってくれました。ウィニングランです。ウォッカが2着。どうなんだ初級。繋がらないですね。来た、アマジュピター5番人気か。サクリファイスっていう馬が強い。乃木坂の歌すごいな。公開奇妙。先方変えられます。先行策レース行ってみましょう。ネットワークオンライン対戦の大阪杯です。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のガーシュウィン、ゲートに入って体勢が整いました。馬刺し山っていうジョッキーいたな。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアトロポス、ガルバナイズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアトロポス行きました。続いて前へ行くのはアマノジュピター、さらにはガルバナイズ、15番オテイキミオ、その後ろ先手を取ったのはアトロポス、シャユールマウント、それに続きます。好位置をキープしていますサクリファイス。並んで4番ディープシュバルツ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。どういう仕組みになってるんだ。その外に乃木坂の歌、クエスチョン、すぐ後ろその隣に月見スパークラー、すぐ隣にヘロドトス、その外からガーシュウィン、これに続くのがラモーヌスルー、赤の帽子つけましたね。ターゲットレリクト、その後ろすぐ後ろにモーゼス、最後方にルカナンラピス、1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はオテイキミオ、2番手はシャユールマウント、アトロポス、3番手サクリファイス、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は先頭かが、おここで先頭だったのは乃木坂の歌、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はシャユールマウント、残り 200m を通過して、シャユールマウント意地を見せる。一気にサクリファイス、シャユールマウント先頭だ。サクリファイス大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。14着か、ボロボロだな。
さあ、桜花賞の週です。ブエナビスタと天の花坂ユニットが出走です。海外ゼニアッタがアップルブラッサムハンデ出走です。ブエナビスタ花盛り他クラブは凱旋白プランの姿もいましたね。ブエナビスタ天の花盛りの一騎打ちムード。ゲド選挙はあと2勝ですね。これで、メンタルだけが C か。じゃあメンタルを上げていこうと思います。まあ、でも宝塚長い。ちなみに安田はなんかいろいろ出るんだよな。うん、金車差がいるのか。ここスマートファルコン、あとはこの辺か。あ、これいいと思うな。出しましょう。竹豊安城で、出ませんね。で、で、ブログは16-2700。発祥か。金札すでに獲得しております。がいまいち勝てないな。まあちょっと目先を変えるって意味でも、スピード重視。宝塚記念に出ておきましょう。想定内は、勝ったんだな。でも2000か。実ぐらい勝負したいよな。ニジラの頭皮取ってるけど、スピードがな、どうしても落ちるからな。まあ、新潟大商店って他に出てる、まあいろいろいるね。シャメールとか千の風とか、まあ出してもいいとは思う。スピード上げていかないといけないからな。でジュピターは大阪杯しっかり勝ちまして、あとリーチかかってます。ただね、チャクータとかアミーゴの方がマイル向いてるのに対して、こちらどちらかというか中距離向けですからね。健康値が低いな。メンタルも欲しい。ちょっと放牧がやばいんじゃないの、これ。6月の1週以降かな。ここに、ダートか。ここでもいいですけどね。
順番次第だよな。プリティポニーとか、一応オグデン・フィリップス、あのじゃない、ジャストアーゲームズ、登録はしときましょう。8位とかやっぱり順位落ちてるな、仕方ないですけどね。週刊賞まだ取ってないんだな。ハウルと被るのか、まあダイスだったら、ね、別のジョッキー乗せてあげよう。であとジュピターが宝木だろ。キンシャサ B プラスなんだな。すごいな、ノーザンとかエスヒラ、車代大化け大生産だから、みんなディープインパクト3区だよな。最上位ウェナビスタ、ニジェナド逃避、アマノドロロが登場です。これですね。あ、1頭だけか。何がいいんだろう。タマちゃん。じゃあネクスト。アップルブラッサルハンデ、ゼニアッタ一番人気となります。110超える馬はないので、これはしっかり勝ってくれるんじゃないかなと思います。早速レース行きましょう。オークローンパーク競馬場 G1 アップルブラッサムハンデダート 1700m です。こちらアメリカのオークローンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはタウンシェイド。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくタウンシェイド行きました。続いて前へ行くのはアルーリングブロンド、さらにはオリオールフラッグ、5番エクセルプロモーション、その後ろタウンシェイド先手を取りました。好位置をキープしています。ゼニアッタ、その外からオフショアソルト、その隣にクライドローン、その外にウェルクイーン、オレンジの帽子、
アピルスアップル、その後ろ、これに続いてナックルアストロン、内からはエントリーカリフォルニア、並んで栗色の馬体、ディセプションレブモス、コヤックサーキット、この馬もこのグループ、しんがりからリボンウルフハウンド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。足毛の馬体タウンシェイド、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身ウェルクイーン、それに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ7番タウンシェイド、まだ粘っています。ウェルクイーンほとんど差がありません。間を挟んでオフショアソルト、3番手最強女王ゼニアッタ、まだ後ろ、さあゼニアッタ後方から足を伸ばしていく。先頭に立ったのはウェルクイーン、2番手はだウェルクイーンを捉えられない。ウェルクイーンゴールイン、2着にはどうやらゼニアッタ、3着にオフショアソルト、立ったのはウェルクイーン、見事な勝利です。ちょっと後ろすぎたか。キザレベル上がったんですが、東京スプリント天の瀬家中一番人気、バンクル立山が2番人気、富士のウェーブ、大勢アトムの順ですね。ダイジェストです。大井競馬場 JPN3 東京スプリントダートの 1200m 電撃戦です。さあいよいよ直線の攻防、天の瀬家中先頭、後続大きくちぎれました。バンクル立山必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、2番手は富士のウェーブ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は富士のウェーブ、これが世界の実力だ。天の瀬家中ニュージーランド頭皮に天のドロロ登場。3番人気、1番人気はレッドスパーダ、サンカルロがでも本種は本命ですね。天のドロは伊坂さんが丸以外は全部黒三角か。とヤマニンジュリエもいますが、ダイジェストいきましょう。中山 G2 ニュージーランドトロフィー、3歳芝 1600m のマイル戦、 NHK マイルカップの前哨戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のドロロ先頭、残り 200m を通過して、レッドスパーダ追い上げてきた。レッドスパーダ抜けた、どうだ、レッドスパーダ、レッドスパーダ、あーわずかに及ばず。レッドスパーダ1着、2着は天のドロロ、3着にサンカルロ。レッドスパーダ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。まだ重賞取ってないのか。まあ考えてメンバー見て考えて走り、次の出走を決めたいですね。さあ、阪神牝馬ステークス、さあこれは待ちかね細川さんですが、片尾ヘイトです。5番人気ザレーマですね、人気。あとジョリーダンス、ムードインゴリゴの終始ついてますが、カタムフェイトは本誌の黒三角がやっとっていうとこはちょっとつらい。さあ先方ですね、考えないとね。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、阪神 G2 サンケイスポーツ杯、阪神牝馬ステークス、牝馬限定芝 1600m のマイル戦です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ジョリーダンス先頭、内からぐんぐんとザレマ、ここで先頭に立ったザレマ。さあジョリーダンス一気に来た。伸び間が伸びきれないか。このまま振り切れるか。2番手はジョリーダンス、ザレマ先頭だ。先頭はザレマ、1着でゴール。2着はジョリーダンス、3着にムードインディゴ、ザレマ見事な勝利です。じりじりとしか伸びませんでしたね。カタンフェイター6着に終わりました。実だとまだね、家賃が高い。さあ春雷ステークスですが、これは飛ばしていきます。桜花賞です。1番人気ブエナビスタ、2番人気天の花盛りとなっております。クラブは凱旋白プランが5番人気となりましたね。本命は天の沢境じゃないですか。他の印はベーナビスタとなっております。はい、ケチムード。3番人気竹豊のオリーブシャープ、ディアジ、他ディアジーナ、レッドディザイアですね。この辺りです。さあこれは天の沢境は戦法変えられますが、別に変えなくても大丈夫そうですね。では行きましょう。レースです。牝馬三冠レース第1弾は桜花賞 G1 3歳 G1 芝 1600m 阪神競馬場で行われます。春の女王に輝くのはどの馬になるんでしょうか。3歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のバラッドタウソン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。ディアジーナ前に行きそうです。マイネマーケットリーそれに続いています。さらにはロンリーバラード、前哨戦の勝ち馬天の花盛り、その後ろ天の花盛り、先手を取りました。先手取ったのはデビルコール、オリーブシャープ、それに続きます。その隣にエアスワラージ、エンマプラム、このまま外を回されてるからな。ブエナビスタは枠順は大きく競馬左右します。オレンジの帽子レッドディザイア、その後ろ凱旋白プラン、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ5番天の花盛り、2番手はロンリーバラード、デビルコール、3番手 G12 勝ブエナビスタ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。あでももうブエナビスタ来てますね。ブエナビスタ天の花盛り先頭、一騎打ちムードだがブエナビスタが先頭へ。あと 200m 後続はまだ後ろ、強いブエナビスタ。天の花盛り後続は大きく離れた、ぶっちぎりです。今ゴール段違いの強さです。2着はレッドディザイア、レッドディザイアが2着、天の花盛り、これが世界の実力だ。ブエナビスタウィニングランです。これで多分天の花盛りと勝負付けが済んだでしょうね。一応牝馬3冠も狙っていきます。なかなかのタイムですね。花盛りは3着、一番等しき一応教師。さあ皐月賞に天の2個2個登場です。
宮城賞ディープインパクト記念を取っていますが、スラノ賞なんですよね。実績がそんなにないのは気になります。そして天の勝ちタイヤ4勝かまだが肩ハンデしっかり勝ちに行きたいところです。山のアミーゴもオルエイジドステークス、こちらはもう金札を確定しております。さあ、皐月賞の煽り VTR。 一番速い馬が勝つ、そこ知れぬ実力。ニコニコだ。2歳チャンピオン。ロジューニバース。充実一本。クセダンレーブ。そこ知れぬ。当選上だ。激戦です。少し1分半ほどお待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開いたします。まずは銭やった2着に負けてしまいましたね。カーダ騎手だとまだ難しいのかな。完全にあった。ちょっと調子落ちてるな。で、一方セカチュー東京フェブラリー勝って東京スプリントを勝ったのか。あ、もうこれ金札取ってるんだこの馬。次は平安賞。ドロロはオークスか。まあオークス大丈夫ですかね、距離は。とただね、どうするかですね。ドロロ、
スピードまだわからん。パワーがないな、とにかく。ダメだ、客室有利設定してしまったんでパワーを上げられません。で、フェイントは6着に敗れました。ちょっとビクトリアマイルとか言ってますが無理です。まあ晩成なんでこれからですからね。オープン特別とか G3 で堅実に稼いでいきましょう。5月5週以降だよな。ナルオ記念とか、ナルオ記念かな、カンパニー、まあマーメイドステークス行きましょう。ビクトリアマイルは行きません。ブエナビスタはそのままもう、あ、どこ行くかわからないけど三冠を狙うんで、花盛りですね。 NHK マイルかな。まあどちらかといえばマイラーなんで NHK マイルでしょうね。ただ疲れがちょっと心配ではあります。その辺の疲労度も見つつ戦っていかなければなりません。何これ、フェアリーダンス。あとジェンティールノンナとかですね。また車台は数を暴力ですね。ボロだな。では7人が馬買ってますね。あれ、実戦方針とか決められるんだ。戦法とかわからないよな。ダート向きなのか芝向きなのかって。あ、パワー適正ここに書いてあるのか。ちゃんとC できるんですね。向井くん、あ、こういうふうに主戦は指示できるんだ。面白いですね。若手に指示して育てていきましょう。カーター判定、アマの勝ちたんやです。3番人気だがちょっと厳しいな。能力もしっかり、人気もしっかりで、先行策でいってみましょう。ダイジェストです。アケダクト競馬場 G1 カーターハンデ、
ダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いいな、あこれいいんじゃないの。イディオットプルーフ先頭、ここでああでもイディオットプルーフよしよし勝ったんじゃないの。体勢有利、いや勝ったんじゃないのこれ。外いやダメだ、3着だった。オールエイジドステークス、アマナアミーゴ一番人気、130、120を超える馬はありません。だが絶対とは言えないよな。レース行きましょう。ロイヤル&ウィッグ競馬場 G1 オールエイジドステークス芝 1400m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ボンと飛び出したのはアマノアミーゴ、 JJ ザジェットプレーン。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのは JJ ザジェットプレーン、続いてアマノアミーゴ、さらにはファイティングカウント、6番デリケートティマー、その後ろ先手を取ったのはファイティングカウント、間が空いてカースクラック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はファイティングカウント、 JJ ザジェットプレーン、ほとんど差がありません。アマノアミーゴこれはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィルダネスサーブ、その隣からはファイティングカウント、内からは JJ ザジェットプレーン、アマノアミーゴ。さあ先頭に躍り出ます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わってヘイリスト、残り 200m ヘイリスト、さらに足を伸ばす。ちょっとこっからの伸びが頑張れるか。ヘイリスト2着までかな。アマノアミーゴヘイリストゴールイン、2着はアマノアミーゴ、勝ったのはヘイリスト、見事な勝利です。検討したっていう部類ではあるんですけどね。あ、まあでもフクナー乗ってるってことはもう金札取ってるんだ。5番人気シア頑張りました。さあアーリントンカップです。アマノラキースタが出場、2番人気、1番人気はクラブバー、凱旋鈍感です。まあラキースタはこれからの馬じゃないかな。重賞初挑戦だしね。凱旋鈍感共同通信杯を取っております。母がイクノディクタスですからね。さあ山のラキスタ先方は変えられますがどうしようかな。先行策やってみるか。ダイジェスト、阪神 G3 アーリントンカップ芝3歳芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東海電機先頭、中か割ってきた。ダブルウェッジ先頭、力戦外から勢いよく。でも凱旋鈍感、鈍感が一気先頭へ。先頭は今度は凱旋鈍感、2番手はアマノラキスタ、凱旋鈍感先頭だ。凱旋鈍感2着はなんとかキープ。どうやらアマノラキスタ、凱旋鈍感見事1番人気に応えました。まあ、初の重賞挑戦ですからね、検討の部類かもしれません。さあ皐月賞です。天野ニコニコ出走、2番人気1番人気はアプレザムレーブとなっております。本誌以外は全部アプレザムレーブで、本誌本命が天野ニコニコですね。
ロジュニバースも出ております。さあ、激戦の皐月賞となります。レース行きましょう。3歳ボバクラシック第1弾皐月賞、中山 G1 芝 2000m で行われます。早馬勝つレースと言われるレースです。果たして我が天のニコニコは、1回目を勝利することはできますでしょうか。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠のマイネルペナント、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。ママのスタートですね。まずは先行争い、ビーチザクラウン前に行きそうです。オリーブノワール、それに続いています。さらにはエンマブラビ13番当選ジョーダン、その後ろビーチザクラウン先手を取りました。すぐ後ろに天のニコニコ、エンマフェーム、そのうちに続いています。黄色の帽子ロジユニバース、その後ろその外からエルテイル、コバートターン、それに続きます。ステークスジョン、すぐ後ろその隣にタンポポフード、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろからはグローブアレグロ、内からはスリッピーアミーガ、その外にマイネルペイナント、一番人気のアプレザンレーブ、現在後方から並んで4番セイウンワンダー、中山フェスタ、この馬もこのグループ、しんがりからエルセナ、1000メートルを通過しました。ややスローペースといったところか、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、2番手つけてますからね。これは縦長の展開です。ニコニコは芝生の上をかけていきます。ここでオリーブノワール、展開向きそうな流れです。2番手は天のニコニコ、リーチザクラウン、3番手アプレザンレーブ、まだ動きません。さあ先頭に踊り出ました。さあ先頭は天のニコニコ、離れてオリーブノワール、なんか来てるぞ。第4コーナーをカーブして、あれなんだ、直線コースに入りました。天のニコニコ先頭、残り 200m を通過して、頑張れニコニコ、一気にアプレザンレーブ、アプレザンレーブが来た。どうだ、大激戦のゴール前、勝ったんじゃないかな。勝ったのか、勝ったというような気がするけど、これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。もう来られてます、アプレザンレーブに。首の上げ下げ押し切ったんじゃないかな。これはやりました、天のニコニコ、アプレザンレーブ当選上段らを抑えて激戦の皐月賞を制しました。キザレベルもアップです。さあアンタレスステークス、天の冬ソナー1番人気、天のエネループ2番人気となっております。クラブは凱旋ヘルシオ、凱旋モバゲーが主走です。さあ本紙は天のエネループですね。さあこちら天のエネループは先方変えられますが、まあ、内枠ってこともありそのままでいきましょう。ダイジェストです。阪神 G3 アンタレスステークス、ダート 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天の冬ソナ先頭、残り 200m 後続を引き離しにかかります。天の冬ソナ先頭です。このまま押し切るか。2番手は天のエネループ、うん、天の冬ソナ1着、天の冬ソナ冬ソナ勝ちました。2着は天のエネループ、3着にサンライズバッカス、これが世界の実力だ。天の冬ソナ、10勝馬、なんでこんなとこにいるんだろう。エネループ譲ってあげよう。
さあ、4月4週は4頭です。うち海外が3頭です。フローラーステークスはオークストライアルになります。お、リーロさんだ。これギフだか。あ、いや違う。まあいいでしょう。ジワマの行こう。販売御礼も出始めましたね。でも売れてない馬がいる。マリコ犬とかトゥーザグローリーとか、あなたとはもう伊坂さんしか買ってないしな。所属なんですね。じゃあちょっと主戦を決めましょう。カーダ騎手で、自走方針は当然芝でしょうね。芝とかダートとかはどこで見るんだったっけ。メモか、芝ですね。まずは、ローテを決めましょう。ポニョがいますね。ブエナビスタはもちろんオークス、言うまでもありません。花盛りは NHK マイルか、まあ仕方ないですね。マイルが似合うんでちょっと疲れが心配。初ね、ミクアフローラステークスに出てまいりますが、ここを取ってでも正直厳しいですね。オークスは距離が長い。ブラックキャビア芝の短距離戦線に、出走です。同じくラキスタも出んのか。いやラキスタ無理だろう。マイルの方がいいですね。ラキスタはまあスイートピーとかもいいかもしれない。タンゴはダートか。お、オグシオがいる。あとは清流はダートだから、立花芝なんですね。ちょっとここに出してみますか。面白いかも。あ、でもその前に一回ラキスタは男性ってこともあるんで放牧に回しましょう。ニコニコはもちろんあのダービーですね。ボバ3冠を目指します。ギリギリの勝利だったからなあ。しまった、キズナコマンド使えばよかったかな。いやそんなことないか。ハニカミは NHK マイルカップ
どんどん勝負に行かないといけません。あれ、ハニカミも出そうか。花盛りだけじゃなくてハニカミも勝負行くのか。ってことは花盛りちょっと考えよう、出すレースを遅めだしな。1100の2000。あ、やす、ちょっと疲れがね心配だよな。あ、でも不利って言われてる。アメリカのやっぱり芝の方が有利なんでしょうね。あ、ダートか。線競馬とか向いてなさそうだから、今日の武豊と言いたいが武豊乗ってくれない。でブラックキャビアも出んのか。ブラックキャビアは短距離馬ですからね。さあダート路線、天のつぼみ。クルモアを取りまして6勝か。椿もあと2勝ですね。でイナバウアー、イナバウアーはまだ1勝、アメリカンオークス取っただけ。思いっきり育てます。2着多いな、これ厳しいな。フェイト、フェイトマーメイドなんで放牧ですね。でゲド戦記、ゲド戦記はあと2勝、スマートファルコンです。調子いいね。どうしよう、まあせずにそのまま出そう。もう5勝なんであと3勝です。スマートハルコン、オーケンブルースリーがハルテンか。調子がなあ、あんまり良くないな。千の風、ダイワスカーレットは14勝、小泉は11勝か。全にあったヘアステークス、本当にそれでいいのか。1900はベストですけどね。潰しかかりたいよな。ホルダーマイル、3000万。キャン、でもキャンキャン出るからな。あとはメプトロポリタンファンデア、スマートファル、スマートファルコンって芝の馬じゃないか。
マンハッタンは芝か。タトノワール出してみましょう。ハウルは万能王、ハウルは8勝を挙げておりますが、iPod、 着歌、着歌ちょっと調子が悪い。着歌しっかり買っておきたいが、トレもいます。トレはまあここですよね。これ以上条件はない。でそのあ帝王賞一気に休んだ後で巻き返しを狙います。もう冬ソナは条件を満たしております。1500は大丈夫。キンシャサが、うん、気持ちいい。もうあの短距離出ますから、出れますからね。ダートですけど、こちらはさあ世界に花、マイルから中距離まで特に2000あたりが良い感じです。あと金引きり柏記念へ、ドバイを制して柏記念、サージカップドバイの両方を制したっていうのはすごいです。で勝ちたいんやが帝王賞か。でシャメールが、新潟大商店か。ん、新潟大商店でいいのか。取りに行きたいよな。ランベットせっかく2着だったんだから、ちょっとあの狙いたい。5月2週以降、うん、でもこの辺はダメだから、ああここチャンスかも。竹豊か。ということでちょっとジョッキーがかぶさる場合は買いますが、かぶさらないみたいだな。タキオンか。あれタキオンってそうか、安平ハーンか。ではネクスト、ジェニーワイニーステークス、天の稲バウは一番人気です。123円、少し抜けてますね。レースいきましょう。キンランド競馬場 G マン、ジェニーワイニーステークス、芝 1700m です。
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはママのスタート、ジャイアンツハンド。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくチェリーラーイ行きました。続いて前へ行くのはジャイアンツハンド、さらにはアマノイーナバウアー、13番ジュリエドレス、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。チェリーラーイ先手を取りました。大きく離れました。クリーニングダイヤ、青の帽子、プリティカリーナ、その後ろ。その横にゴールドサウンディングズ、すぐ後ろにミッシングヒューモア、その外にバスカンイブニング、イースターストレンティア、そのうちに続いています。並んで10番アルキオーネブラッシュ、レリナ・デュネット、すぐ後ろ。その隣にウィンキングビムレッジ、最後方にネバーインテンシファー。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番チェリーラーイ、2番手はジャイアンツハンド、間を挟んでプリティカリーナ。そうそう、上がってきてほしい。さあ天のイーナバウアー来ましたね。イーナバウアー最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に踊り出ました。ここで先頭に立った天のイーナバウアー、しかし後続との差が縮まってきました。内側から来られている。どうだ、頑張れ、切れるか。なんとか押し切りそう。なんとか勝ちました。1着でゴール、2着はパスカンイブニング、3着にレリナ・デュエット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノイ・ナバウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。イナバは勝利です。少しお待ちください。いいえ、お、海外遠征、待望の海外遠征をゲットです。クリーンエリザベス2世カップアマノアイポッドです。1番人気最内枠ですね。133フォーエバートゥゲザーが121なので、これはなかなか強い
あと JPEG が人気。ひとまずレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 クイーンズアビス2世カップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ギフトエニス前に行きそうです。アライルサリタ、それに続いています。さらにはフェタードヌーベル、 G1 馬ブラムタッチ、その後ろ先頭はなんとなんとアマノアイポッド。場内も大歓声。その外に JPEG、 その外からウィンクルシアター、その隣にウィンコメディ、パフティーンサイド、それに続きます。黄色の帽子キャビアトナシュア、その後ろすぐ後ろにジャックサマー、その後ろにリバパタカ、その後ろにフォーエバートゥゲザー、しんがりからプレビス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。13番ウィンクルシアター、並んで5号ウィンコメディ、間が空いてフェタードヌーベル。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。好位置をキープしています。アマノアイポッド。さあ先頭は依然として13番ウィンクルシアター、ウィンコメディ、ほとんど差がありません。3番手にアマノアイポッド、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。内川先頭へ、のぶつかり合いだ。ここで先頭はアマノアイポッド、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。リバパタカ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。アマノアイポッド、ぶちぎりです。アマノアイポッド圧勝ゴールイン。2着はリバパタカ、3着に JPEG、 世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キズアレベルが、お、完走しましたね、エビナさん。タフネス。さあ、チェアマンズ。止まってくださいね、チェアマンズ。シャーマンズスプリントプライズにキンシャサの奇跡出走です。1番人気、135、まあ、パッチキャットが121っていうのはなかなか強いです。あとロケットマンあたりまででしょうね。さあレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チャーマンズスプリントプライズ芝 1200m の電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。ウィッシングソングライン、前に行きそうです。イズイットビクター、それに続いています。さらにはスキップニスカシミリア、漆黒の馬体オープンハーザー、その後ろ先手を取ったのはオープンハーザー、その後ろからはジュニアアーギュメント、その隣にベストジュニア、その外にクレディターベルズ、並んで11番 SD プラント、7マイルズ、その前に進出青の帽子スピードウェイチャーリー、その後ろ日米王者意地のぶつかり合いだ。オープンハーザー先頭、さあ上がってきた。馬身後続の手応えもいい。先頭です。ここで先頭は金車差の奇跡。リードは2馬身から3馬身、残り 200m、 あとは付け合わせのみでしょう。2番手はアパッチキャット、
キンシャサの奇跡、この馬で決まりか。キンシャサの奇跡一着、うん、しっかり勝ってくれました。3勝、2着はアタッチカット、3着にオープンハーザー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アタッチカットも相手が悪かった。さあ、フローラステークスに初音ミク登場です。1番人気、これ一応オークストライアルとなってますが、あ、グリグリですね。初音ミクの距離が 2000m 上限なんですよね。なんで、オークス出ると確率距離が長い、なので簡単に出たくはないです。出るわけにはいきません。おそらくこの重賞制覇を手土産に海外に行くことになるかと思います。では、これはダイジェストでいきましょう。3歳牝馬、G2 オークストライアル、サンケイスポーツショー、フローラステークス、東京競馬場ので行われます。さあ、いよいよ直線の攻防、LDRと先頭、しかし上がってきた、差が縮まってきました。いいですね。このまま踏ん張り切れるでしょうか。LDRと先頭、外から天の初音ミク先頭、残り200m、天の初音ミク余力は十分、先頭に踊りでました。引き離していきます。2番手はぶっちぎった、天の初音ミク今ゴールイン、段違いの強さです。2着は LDR と天の初音ミク、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。あ、いいもの微妙だな、 C とかかもしれない。自在性のありそうな客室、スピード上げる必要がありますね。マイラーズカップ、クラブは凱旋キアイダが登場です。4番人気か、1番人気は遠心ドーバー、オリーブ風船も勝負圏内ですね。さあ、このメンバーダイジェストです。京都競馬場でやるんだ。昔は阪神でやってたんですけどね。読売マイラーズカップ、京都競馬場 G2 芝1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ステッキーしんすけくん先頭、ステッキーしんすけくんだ、後続との差が縮まってきました。このまま上がっ、中から上がってきてるが、あと200m、サイレントプライド、どうだ。2番手はスーパーボーネット、上がった、先頭へキアイダーが、1着、2着にはどうやらオリーブ風船、見事に勝ちました。凱旋キアイダー、エイシンドーバー完敗です。着外に沈みました。逃走戦隊キアイダー、闘争は戦うですね。さあ、3頭ですね。ハルテン、オーケンブルースリー、調子はまあ悪くはないかな。投手を上げる方が重要かもしれません。あ、ノザなんだ、これ。柏記念には金引きに登場です。
ーバーは11戦8勝か。さあ天皇賞春、伝統の春の盾、芸術的ステイヤー、イエス、遅咲きのステイヤー、デルタブレイスか、強い。オーケンブルースリーもなんとか4番手です。大激戦面白いですね。今年の G1 は2009年の G1 戦線は、本田先生結構溜まってますね。さあ今度は、こちらですね。エスパンションはまあ問題ない。んシャメールってどう、あ大丈夫か、金引きに、勝ちたいんやって。カタステークスか、帝王賞ですね。で、世界に花がビクトリアマイル、さすがにもう寿命が近い。あ覚醒か、ビクトリアマイルに挑みます。で気持ちいいですね。どうしようか、勝ち始めては来てるけどな。で冬空が帝王賞、ジュピターが放牧明け、スカチューも放牧明けだが、あとアテネも放牧明け。グローブが宝塚か。ジョッキーに不安があるかな。かぶらないか。アミーゴが安田記念、アミーゴどうなんだろうな。重賞か、でも安田記念って着歌がいるんですよね。着歌に取らせてあげたい。アミーゴはちょっと別の路線に行きたいとこですね。ここがな不安だな。ロッキージア、ゲド戦記が出るのか。シャメールがいる、ジャイプールはキンシャサを奇跡、2000か上限が。2000だったらここもいいんですが、世界に花もいるんか。なんで出せるレースがそんなにない。ここぐらいか。うん、ぶつけていこう。で、着歌が勝負。真面目さがちょっと長いになりつつある感じはあるよな。想定内は確実に
生なんで成績を積み重ねたい。小泉に前にやったはちょっと調子が不安。調子はまあ大丈夫か。ハウルがマノを、でスマートファルコン、オーケンブルースリー。ちょっとオーケンブルースリーは調子は、闘志を上げるか調子を上げるか、まあ闘志ですね。やっぱりゴーディアン、たくさんある。投手を上げていきます。イナバウアーも、ん？なんだ俺も。イナバウアーようやく2勝目です。しかしマイルじゃないよな。まあむしろあの宝塚とかの方がいいです。ソウル JPEG これ弱いな。このメンツはあれ、あーでも見てくれないのか。まあ岩田騎手そのままでいいや。問題はちょっと疲れですね。疲れを落としましょう。来週薬を、薬じゃなくて、まあでもそれなら、ヤバはもう絆コマンド使っちゃおう。うん、ちょっとだけしか下がってないな。ニコニコはもう参加を狙います。上限3300ですからね。番宣なんですけど力があれば勝てるでしょうね。ハニカミは一方早熟なんで早く勝ちに行かなきゃいけない。ビスタがもう参加を狙います。で初音ミク黒田騎手がかぶっちゃうんだ。ん、なんで5月2週黒田立花ステークスとかぶるのか。まあこれはラキスタが譲ればいい話です。ソネキッシュ、で花盛りが C。カリはまだ取ってないけど、ブラックキャビア短距離戦線、この金車さん引退の後の馬ですからね。あ、ちびっこスティーさん、あのフォローありがとうございます。最近フォローが、
フォローが多くて嬉しいです。はじめましてですね。ああ、そうなんだ。ということで42になりました。どんどんフォロワー数増えてきて嬉しいですね。さあ、そしてドロロー出るんだオークス。いや、まあ、距離は大丈夫なんだけどな。多分ムイナビスタには勝てないと思う。しかも重賞取ってないから、まずはやっぱり重賞取るとこから始めないといけませんよね。雨乗りアップ、ウィンドインアーヘア、芝だと両対応なんだ。どっちが向いて、こういう戦法だとどっちが向いてるかが分かりにくいんですよね。関東オークス、これ出してみるか。オークスじゃなくて関東オークスに行ってみましょう。以上ですね。そしてあんまり稼いでないな。ウォッカは稼いでるか、一人勝ちだよな。まあ、でもダートアーツ凱旋さんもだんだんとマイナスを減らしてますよ。天本京子さんも今後期待ですね。この辺は千六さんは悪くはない。のだめが結構賞金高いんだよな。うん、まあ、おっぱっぴーとゆねっかないがな、まあ、この辺はボロボロですね。ということで一旦セーブして種付けをやってみます。日本クラブ両方とですねやってみましょう。まずはラブズオンリーミー、ラブメモリーか。はい、5評価悪くない。で次だと MP インディーになっちゃうからな。マブメモリーでいいでしょう。ロブロイがトップ、ドンタコス、ジュゼミシーナが、これはロブロイですね。ネフサイチパンドラ、タマちゃんはインブリードがついちゃうんで、ちょっと絞りこい設定でインブリードは×、全兄弟×、でいきましょう。でそうなるとアグネスデジタルからですね。でマインシャフト、マインシャフトの方が良い。マインシャフトかな。まあ、でもダラカニとかもいますからね。なんでだろうなんかも。マイシャット行きましょう。で、テルテル。ソングオブウィンドへ。奇跡の欠量ですね。他、ライオンハートなんかもいるが、
ソングオブウィンドにはかなわない。ソングオブウィンドでいきましょう。お笑い配合、次ソルティビット、カレスマがトップですね。22ドンタコス、デゼンシも悪くない。 1.5 だからデゼンシの方がむしろいいぐらいだ。アグネスエイタル瞬発もあるな。でもデゼニシで行ってみましょう。キューちゃんはエピインディがダントツをトップですね。これはちょっと選択の余地がないと思う。エピインディで行きましょう。ハイモードはレモンドロップキット。マインシャフト。マインシャフトがいいな、やっぱり。マインシャフト選んでたら外れはないよな。爆心音。ティズナン。ティズナン面白そう。あ、でもトルネードちょっと選んでみましょう。遊戯王がトップ1、スペが 1.5 か。遊戯王で選ぶ、遊戯王でいきたいな。で N29 だから遊戯王でいきましょう。ハイモーションは遊戯王で、バンブーがトップ。あれ？ちょっと待って。ああ。ああ、難しい。でもバンブーしかないや、もう。ポイントフラッグは。大舞台がもうつきます。これもいいですね。1.5 か。でも早熟がついちゃうからな。イチロー、アイマック、リアップ、どれもいいが。イチロー。ビッグブラウンが。でもバブメオリーの方がいいですね。あ、チーフビアハートが2か。奇跡を欠量です。気象が激なのは気になりますけどね。グラスワンダーもいいですね。コルロ、悪くはない。ホーリーローマンエンペラーなんかも早熟なんですよね。チーフビアハートで行ってみますか。なっちゃんはで、オリエンタルアート、トップアグネスデジタル。んー、でもパッとしないな。カリスマの方がスピードあるからいいやろ。悪くない。ロブロイもいいですね。まあでもカリスマでいきましょう。カリスマ覚醒持ってますからね。ネットゥザビクトリーはキングカメハメハがシーツバになります。行ってみましょう。モテンネンはトッパー遊戯王。あ、でもユニバの方がいいですね。アトランタ、スペも悪くはないが、でも健康面が問題だ。マイエルラブ、ライス、うん、でも激戦、この辺結構接戦なんで分からない反面、これをパッとしないかもね。アトランタじゃない、ユニバで行ってみましょう。次はシーキングザパール、
プニング奇跡を決意ばっかりやな、エアジハード以外は。ソングオブインダー 2.5、 デゼンシーもいいですね、2ですが、ソングオブウィンドで行ってみましょう。で、エアグルーヴはディープインパクトが C2 馬でこのまま行きます。すごいな、夢の配合だな。ビアハイジ、ライスがトップ。んちょっとなんかビアハイジ16歳なんで、夜年あんまりいい配合を、なくなった。スタミナはプラ倍なんで 1.5 か。もしよかれ、これならスペの方が面白そう。スペですね、スペ行きましょう。でダンパは遊戯王がトップ、はい、でも差はほとんどないな。あ、2か。あのなんでだろうは、なんでだろう、面白そう。ユニバもいいですね。で、アトランタはダメかな。ちょっと、サブパラ的にはダメですね。ピタプロテクター、イチロが 1.5。なんでだろう、行ってみる？サールもまあ、悪くはないけど、なんでだろうで。なるべく打ち出し、天野の名前のつく馬をつけてあげたいですね。わからんな。カリスマが良さそう。ロブロイもいいですね。まあでもカリスマかな。でベガはガンビットがトップです。でもテオヒロの方が良さそうだな。危険度は2か。悪くないな。タイムパラドックスも、タイムパラドックスにする手もある。あ、でもグラスワンダーだな、これ。いいのは、まあ、アグネスデータルもいいな。危険度がないからな、アグネスデータルは。スマーティージョーンズ行こう。三冠馬配合ということで、さあ、若い順からヒストリックスター、シルバーチャーム、でも全のロブロイの方がいい。トリプルサイレンス鈴鹿かな。スターアイル、バンブーメモリーかな。クライアンズタイムも1だからな。悪くはないんだけどな。ここら辺になるとやっぱりもう不利は否めないよね。うん、これやったらバンブーメモリーかな。ブライアンズタイム行ってみるか。チェンチコバ、ドンタコスがトップです。ミスチルもいますが、でもこれならバンブーメモリーの方がいいな。あー、でもバンブーが1、ロブロイが 1.5 か。アドマイアドンが2か。アドマイアドンもいいですが、ちょっと危険度がある。マンカフェ、
ロブロイですね。カリスマがトップ 1.5。 カリスマでいいと思います。次シーザリオは、これはシンボリクリスエスが C2 までいるんで種付けです。次ライラプス、天の国ミストリーですね。トップなのはただバーが結構いいんですよね。まあケミストリーつけるか。でもさあオデッセイがトップ、デゼンシーも悪くない。デゼンシーの方が上かな。危険度3なんですよね。アドマイアドンも 1.5 似てるようなもんだが、ダーカミは2ですね。テオヒロ、テオヒロは危険度が0です。オデッセイ、結局オデッセイなんのかな。オデッセイ行きましょう。で次、フェアプライズ 1.5。 タイムパラドックスあたりが良さそうですね。エピインディもいいか。ピアプライズでいいと思います。そしてエアトゥーレ、バブメモリーです。トップは 1.5。 まあバンブーでいきましょう。ルーズ旅1.5。 あ、まあつけてない方つけたいよな。まあデゼンシーもいいけどね。危険度がちょっと高い。あ、いいじゃないですか。でもこれで行ってみましょう。アルデバランは2、これはいいんじゃないでしょうか。アルデバランの方だろうな。あ、でもイチローもいいな。イチローは危険度が0、1ですからね。危険度的には低い。まあアイマックもいいと思います。まあどっちでもいいな。リアップもいい。危険度は0です。この3頭大激戦だな。おまけにディープインパクトもいいですね。ディープもスペシャルもみんないい。アイマックつけましょう。ロンバケは、ドンタコスがトップ、バンブーの方がいい。あ、でもデゼンシー2ですよ。デゼニシーで行くかな。デゼニシー行きましょう。結構天野の馬の種付けをが目立ちますね。ちょっとここの悪いデータがあるのは気になるな。でこれならデゼニシーだろうな。あ、アドマイアムーンが 2.5 か。アドマイアムーンで行きます。でファストフレンド、レッドクラブズですね。トップはロブロイが1。
な、これな、ちょっとレッドクラブズで行ってみましょう。ストームソング1かバンブーメモリーがデジタルが 1.5、 危険度が厚く、流行です、流行か、流行に早熟、あーでもバンブーメモリーだな、これはトラサ当初は B なんだ、どれつけてもダメやん、あ未然マストもいいですね、デジタルもいいが未然マストもいいや、レズズパスもいい、レブズパスつけたろう、ホワイトウォーターフェア、レゼンシーがダントツトップ、サマーゲインに、いやでもレゼンシーですよね、タニオシスター、B かウォーパスだな、でもウォーパスだ、でフェアリードールスキャン、あいいんじゃないでしょうか、あでもスタイチペアサスの方が上、危険度が2、プリウスはちょっと落ちる、因子数で、ロックハード点もいいですね、こっちは危険度が0です、あいいんじゃないでしょうか、チーフベアハートも面白い、危険度は2、ロックハード点の方が魅力あるな、あ非根幹か、うん、まあでも、おっと、名品系。どうする？マインシャフトつけるか。そして最後、北斗ベガになります。北斗ベガ、トップアマノン。この辺は激戦ですね。うん。これがキングスベストだろうな。あとモンジュアママ、みんないいな、スイシが 1.5 だけど、カシマウィングいいじゃないですか、まだまだ頑張ります、待機シャトルにしましょう、はい、ということで種付けを行いましたね、周遊反則品場種付け、アマーノがこんだけか、バブメオリーが2頭でソングオブウィンドが2頭以外はみんな、違う、別々の馬をつけましたね、こちらもアマーノはそれなりにつけてはいますが、デゼンシーが2頭、競泳マッチとホワイトウォーターヘアですが、他はバンブーメモリーが2頭かな、他はみんなあのばらけてつけてます、
新種ボマ天の玉ちゃんは鹿島ウィング産駒、鹿島ウィングの貴重な後継馬になる。玉ちゃん全然つけなかったな。名称サムソンや肩のまつけもいます。瞳閉じてとか全然つけなかったな。この辺つけようっていう感じですが、つけませんね。岸田さんは奇跡がしっかり勝利。さあ、オーケンブルースリー頑張ってほしい。キャイダーがマイラーズカップを取りました。なかなかキアイダーも堅実に走ってますね。馬主高校な、まあ、クラブ馬ですけど、一口馬主高校な馬だと思います。そして初音ミクですね。多くさ距離が長いんで、果たしてどこに行くのかということで、ここまでかな今回はとなります。ここまで見ていただいてありがとうございました。今回は4月のレースと、桜花賞、皐月賞を中心とした4月のレースと、5月頭の種付けまでお送りいたしました。次回は5月のレースを中心にお送りしたいと思います。オークスダービー、NHK マイルカップ、ビクトリアマイルなど、春競馬本番の大レースが、続いてまいります。楽しみです。ということで、今回ここまでとなります。Twitch で配信を行いました。 Twitch、アカウントフォローいただければ嬉しく思います。Twitch マイアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ YouTube でアップロードいたします。2日後13日21時にアップロード予定です。ぜひアクセス、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルアップアップロード2 days afterまあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド、アンド、ムービー、グッドボタン、プリーズ。そして、旧 Twitter の X のアカウントを持っております。ぜひ、アクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いします。TwitterX、マイアカウントフォロー、アンド、ビジット、アンド、リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィニングボスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。